こんばんは、皆さん、勇者でございます。いつもありがとうございます。本日、レコードキーパーです。はい。もうゲーム画面が出てますね。はい、ありがとうございます。ですね、今日、まあ、2時間近くお風呂に入ってたんですよ。実は。さっきまで入ってて、もう、ふやふやなんですけど、お風呂で何してたかっていうと、もうひたすらノーマルダンジョン。まだ終わってないところですね。ノーマルダンジョンに行き続けて、行き続けて、もう行き続けて、行き続けて。で、さあ出しましょうか。はい。はい。はい。ちょっとちっちゃいですけど、見えますかね？ミスリルが、50、ございます。ええ、50あります。で、まあ、ガチャ引きます。いつも、普段のシリーズはもう3連までしか引かないんですけど、まあ、こと5に関してはもう関係ねえと。で、まあ、無課金なので、当然、もうゼロになれば厳しくなるのは分かってますけども、あ、山本さんこんばんは。分かってるけど、いやもう今回のガチャが実は一番欲しいものがあるんです。実は、めちゃくちゃ欲しいものがあって、まあもう無課金で行こうと決めてるんで、一発勝負になりますけど、この、百節と、巨人のコテですか？ガラフの。これがめちゃくちゃ欲しいです。これ、まあ、欲しいです、欲しいですって言い続けたら出にくいんですけど、出にくいっていうかもうほぼ出ないんですけど、まあ欲しいです。で、これを、まあ狙います。これを狙います。はい。よし。またちょっと通信が微妙ですけどね。大丈夫でしょうか。通信あまりにもちょっとプツプツ途中で切れたりするようなら、一回ルーターとか再起動するんで、よかったら教えてください。今一瞬切れましたよね。今一瞬切れたな。はい。ただね、ちょっとガチャ、なんか、もうちょっとその、後で引きたいっていうか 今日結構長くなりそうなんですよ。今日ダンジョン行って、今日プラスもちょっと顔見に行きたいんですよね。顔見るぐらいまでは行きたくて。だから、まあ、今日をクリアした時ぐらいに、チュッて行こうかな、みたいな。今日クリアして、チュッて行こうかなって。その勢いのまま、シャッて引こうかな、みたいな感じでは思ってます。あ、一瞬切れたけど、復旧しましたか？すいません。なんかね、前回ぐらいからすげえ調子悪いんですよ。なんかね、周期的に切れる。なんか、一瞬ダメになる時があって、多分、ルーターの問題だと思うんですけど、ルーターの問題、オアパソコンの問題っぽいんですけど、ちょっとまあパソコン再起動するには僕のパソコンはちょっとソフトが立ち上がりすぎてて非常にめんどくさいので、まあこのまま行きます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけ待ってくださいね。ちょっといらんもんを消すか。大量にウィンドウが空いてますのでね。ちょっと大量のウィンドウが空いてるものを、今もスカイプも今オフにしましたけど、をある程度処分して、で、行きますか。OK、うまるさん、こんばんは。はい。じゃあ、今、スタミナもギリギリなんですよ、正直。61じゃないですか。だから、これ一回クリアできないと、一発でクリアできないと、まあ、またいきなりガチャを引くのが遠ざかると。
だから、ノーマルダンジョン付き合ってもらわないとダメな感じになっちゃうんで、ここ一発で仕留めたいんですよね。ここマジ一発で仕留めたくて、ああ、ヒロさんこんばんは。これ、まあ、バッツとクルルとファリスを含むみたいなことを言ってますけど、これに関しては、ちょっと今日は、もう見なかったことにします。はい。いずれ、ガチャの結果次第です。はい。あー、ペケさんこんばんは。まだ始まったばかりです。本当に始まったばかり。今まで僕がミスリルをためまくってたんで、ちょっとスタートが遅くなりましたけれども。うっしゃ、じゃあ行きましょうか。本当に、ちょっと何も見てなかったんで、多少さっきね、他の方の配信行ってたんで、チラッとボスとか見たんですけど、結局その戦いの途中でも離脱しちゃったので、実際は見てないので、あー、キンさんこんばんは。いや、まだです。まだ回してません。今日を無事クリアした時に回します。はい。で、今日を無事クリアしようって言ってますけど、もちろん通常パーティーで行きます。はい。ものすごい通常パーティーで行きますので、ミッションとかそういうことじゃないです。はい。つうことで、行きますか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ナイトモードにして。はい。よし。本当に、ちゃんと確認しますね。炎弱点の時に炎属性攻撃、魔力を下げた、魔法防御を下げた。ほう。魔力を下げた、魔法メインってことか。物理攻撃のことはあんまり触れてない感じなんで、プロテがいらんパターンかな。じゃあ、あれでいいかな。じゃあ、守護神でいこうかな。虹出るように回すときは私は去ります。いや、金さん。いや、金さん。いといて。いといてください。なんか、今回は、もう前回、金さん、銀さん食らってますんで、今回は、虹は出ると思うね。虹は出ると思うんですよ。内容ですよね。欲しいのは一つだけです。よし。じゃあ、誘惑してくる。え？ああ、バリアチェンジしてくるんですね。炎、氷、雷、物理のいずれかに変化。弱点属性以外は吸収や無効。はあ。炎属性、氷属性、雷属性が弱点の時は防御力が非常に高い。なるほど。ということは、魔法パーティーの方がいいってことなのか。ノーマルダンジョン回ってたんで、こんなパーティーになってますけど、はい。ノーマルダンジョン回ってたんで、あんなパーティーになってますけど、とりあえず、魔法剣でいいんですよね、多分。魔法剣メインでいいんですよね。どうなんかな。パパさん連れて行きますけど、パパさん連れて行こうと思うんですけど、実際これ、ワンさんじゃない、ない方がいいのかもしれない。ワンさんじゃなくてギルバートの方が、このヤサ男の方が多分いいんじゃないかな。いや、どうかな。ちょっと微妙やな。ヘイス側、守護神で言ってくれると思うんで、マジカントさんこんばんは、チネイさんもこんばんは。どうなんやろ、魔防重視にしておこう。まあ、向こうが何やってくるか全然わからないんで、そうやな。普通にパーティー組んでいけばそこまで強くないと思うんですけど、いや、やっぱりワンさんにする。やっぱりワンさんにします。ごめん。ごめん。やっぱりワンさんにする。なんかワンさんの方が信頼感がある。やっぱりね、昨日、まだ今日ですね。あ、こんばんは、バクさん。ね、にゃんにゃんにゃんで猫の日なんですよね。だから、そのライバルであるワンさんを連れていきたいと思います。最大のライバルと目されているワンさんです。こいつ何つけてるの？炎軽減、地軽減、そんなんいらんな。そんなんいらんな。別にそんなんいらんな。
こいつワンさん連れて行っとけば、とりあえずプロテ側勝手に入るんで、これで、あとは、ブリザラ剣。うん。炎攻撃は問題ないんで、炎はもう、うちは炎のメンバー揃いまくってるんで、炎は問題ないので、これであと、こいつを、雷。まあ、やっぱパパさんかな。やっぱ信頼のパパさん連れていきますね。信頼と安心のパパさんに、サンダじゃ、ブリザじゃ。ルインガの方がいいのかな。ルインガにしよう。なんか、ルインガの方がいいかもしれない。で、これが、これいきましょうか。うん。すいません。今日はちょっと組むところからやっております。ガチャはこれ終わった後ね、これ終わった後、倒した後に引きます。ふう。共鳴はそんなないんですよね。バッチャンだけなんで、もうバッチャンがダメージソースになってくれることを信じてるんで、もうバッチャンサンダラ剣いらん。もうバッチャンはもう無属性でボコりまくればいいと思ってるんですよ、正直。これでいいんじゃないかな。炎は入りますし、炎は絶対に入るし、これでいきます。よっしゃー。あー、ダンスさんこんばんは。ご無沙汰しております。キサラギさんもこんばんは。よし。ちょっとね、もう一発勝負感がすごいから、絶対勝ちたいんやけど、いけるかな？ちょ、ここほんま、ここ外したくないんですよ。で、止まった。大丈夫か？通信大丈夫か？一瞬グッてなんか止まる。大丈夫かな？切れた？終了してしまうパターンか、これ。大丈夫ですかね？これ繋がってますか？再接続してますかね？ごめんなさいね。なんかね、ちょっと通信不安定なんで、今みたいな感じで一瞬ガンって切れちゃう時が、ちょっと今日あるんですけど、すいません。ほんとごめんなさい。あ、星さんこんばんは。いつもありがとうございます。ちょっとね、前回からいまいちなんですよ。再起動しときゃよかったな。すいません。再起動し、なんかね、ブチって切れるわけじゃないみたいなんですけど、通信速度がグワって一瞬遅くなるんですよ。おそらくなんか、俺のパソコンの方が悪いと思われるんですけど。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。私も皆さんと繋がってますよ。ということで、しょうもないこと言ってないで、じゃあ、トモさん借りますか。守護神で行きますね。あ、この音。エクステスの音か。いいな。大丈夫やね。ちょっと不安なんですけど、このスタミナ60ですら俺にとってはものすごく大事ですからね。今ミスリルの数がちょうどぴったり50個なんで、弱点炎、いきなりか。いきなり弱点炎か。そうですか。まあ、いいっすわ。貼るもん貼らせてもらいましょうか。それ以外の弱点で攻撃したときは、吸収か無効かって言ってましたよね。やってこい。何でもやってこい。すごい格好してんな、こいつ。よう見たら。すごい格好してますね。俺でも、なんやろ。この逆にそそらないパターンのやつですよね、これ。俺、普通になんかタートルネック的なものを、きっちり着込んでる人の方が、結果的に興奮するんですけど、そういう嫌いってないですか？なんか、ここまで、うわ、マジか、ここまで着込んでなかったら、そのアピールされすぎたら、
その逆に、どうなんていう、そうそう、そういう意味で一発でいきたいんです。あ、入るやん。全然入る。全然円安が入る。ルイン側もゴミのようなダメージでしたけど、円安は入る。変わった。弱点雷。弱点雷ね。そのタートルネック的なね。あ、リオさんこんばんは。なんかね、こんな、なんていうか、ほら、よくその女性が勘違いすることあるじゃないですか。すごいスケスケのね、スケスケのなんかその、まあ言ったら下着が興奮するんやろうみたいな。あんたこんなん好きやんやろうみたいなことを、いや、全然、むしろ、その、こっちは、もっと体操服みたいなやつの方がええねんけど、みたいな。なんかもっと柔らかい布みたいなやつの方が、そんなの装飾がすんごいやつは別に、どうでもええねんけど、みたいな感じ、あるでしょ？これ伝わるかな？この、これ伝わりますかね？そういうことじゃない、みたいな。もうその、タートルネックとかをこうがっちりガード硬い感じの方が逆にこうテンション上がるみたいな。まあ俺はそっちのタイプなんで、あんまりその露出が激しいことを良しとしないと言いますか。そうそう、肌出しときゃいいんでしょうみたいな。あなたたちは、あなたたちみたいなその世の男性たちは、その私の肌が見たいんでしょうみたいな。あ、やばい。これ吸収されてまうかもしれん。やめて、やめて。うわぁ、吸われる。私に吸ってほしいんでしょうみたいなね。その感じがちょっと、逆にちょっとイラつくというか。弱っ。あるけど、体操服はないです。あ、ザオさんこんばんは。着衣派です。あ、でしょ？その、ちゃうね。ちゃうね、ちゃうね。ちゃうね。体操服って言ったのは、ちゃうね。体操服が好きなわけじゃないんですよ。その、ブルマー的なことを言ってるんじゃないよ。その、なんて言うんですか、あれ。スポーツ、素材的にですよ。素材的な話ですよ。その、なんか、なんていうの？のレースでね、もう職人が編み込んだみたいなやつじゃなくて、そういうことじゃなくて、なんか、なんて言うんでしょう。その、島村で380円で売ってそうな感じっていうか、島村で380円で売ってそうな、もうその、柔らかい素材感みたいな。ちょっと俺何言ってるんですかね。倒しましょう、さっさと。物理弱点ってなりおんのかな。こいつって丁寧に順番で来るのかな。なんだが全体、うわー結構きつい、結構きつい弱点物理。あー、やっぱり綺麗になんか並んでる感じやな。弱点物理か。弱点物理の時に魔法をする意味はないよな、多分。攻撃でいいんですよね、多分ね。ろうそく立てときます。結構苦しい。結構苦しい。セーターか、素朴さ。そうそう、素朴さ。セーターカーディガンで袖ちょっと長め、手ちょっと隠してる。あ、いいですね。いいですね。でもなんかそれちょっと、狙いすぎてへんか？それ逆に俺やってたらなんかこいつ、抜きん、だいぶ抜きんでとんな、みたいな。なんかちょっと狙いすぎてない？誘惑来た。うわ、誘惑来た。氷ない。I don't know how to love, don't ask me why. これあかんかん。ワンさんがあんまり混乱してると よろしくないんですよね。次物理弱点来た時に一気にとどめさせたいな。
構アビリティがきついかもしれない、これ。氷ですよね。これは打てるよね。まだ半分ですよね。長島さんの誘惑。燃え袖。燃え袖って言うんですか、あれ。袖のこと。狙ってるってことや。じゃあ。狙ってあれをやりよるやつがおるってことや。そういう女子が。すげえな。まあ、確かにわかるけど。確かにわかるけどね。可愛いけども。もうバーストいったらよかった。ミスった。ちょっと待って、ちょっと待って、わっ、ちょっと、こんなところに敵がいた。ワンさんの攻撃で、バルさんが今一瞬。あかん、これ、マジで。今の、ちょっと、今のあかんやろ。ワンさんの攻撃で、こっちの。やっぱ、めっちゃ効いてる。これあかんわ。やっぱ、鉄壁の方が良かった。ちょっと待って、あかん。あかん。あざとかわいいってやつですね。あざといんですよね。はい。はい。最悪や。しまったー。ワンさんの混乱を直してあげへんかったからや、俺が。あいつの気持ちになってあげればよかった。最悪や。まさかワンさんがあの怒りの混乱をさせてくるとは。あー。あと、ちょっとほんとミスった、これ。ちょっとこれもうミスりました、完全に。あー、塩さんこんばんは、リルさんもこんばんは。くそー。俺のミスリルが。いや、もう根本的に間違ってた。根本的に間違ってました、俺は。その戦略ミスです。完全に戦略ミスです、これは。根本的に大きな間違いを犯していました。よし。いや、そうならそうとね。そうならそうと言ってくれりゃよかったのに、こいつもね。ちょっと待ってくださいね。そうですよ。最初っから分かってたことやった。これは本当に最初っから分かってたことでした。何をしてたんやって話です、本当に。ちょっと爪取り上げます。ワンさんから爪を取り上げます。あ、結局爪持たせます。はい。よし。これで何の問題もないじゃないですか。うわ、鉄壁がない。鉄壁がないな。ちょっと鉄壁探しに行きます。ラブソングと一緒に鉄壁探しに行きます。ちょっとロビンちゃんを捨てに行きます。あー、こんばんは。翔ちゃん、こんばんは。先ほどはお疲れ様でした。タツボさんも来てくれてるのかな？こんばんは。すいません。早速ですね、ミスリルがなくなるよ、これ。早速ミスリルがなくなるよ。せっかく50個貯めたのに。後で皆さん付き合ってもらいます。もう一個、ミスリル取るの付き合ってもらいます。ちなみに、あるよ。新しい、シドのミッションのところにミスリルがあるよって思った方、おられると思うんですけど、もう3000年前に取ってます。炎弱点の時に炎属性攻撃やればいいだけやねんから、もう完全にこんなもんは、
鉄壁でよろしがな。もう、鉄壁の鉄壁にかけるわ。あ、初見です。医師さんかな。あ、そうちゃんから。あ、いらっしゃいませ。いいですね、このハイブリッド感。ありがとうございます。じゃあ、行くぜ。まあ、気楽に行くわ。もう、とりあえずは、あー、49個になった。もう、せっかく。まあまあまあ、まあいいでしょう。105あるから、すぐに取りに行けるから、すぐに取りに行ける。ぶち殺す。バリアとか関係ねえから、マジで。もうバリアとか全く関係ないから、殴り殺したら。オッケー。デブチョコボのところは取りましたか。ほらね、サツボさん。そう、そう来ると思ってました。デブチョコボのところですよね。取りました。俺は取っている。すぐ取りました。すぐ取りました。リー即です。リー即で取りました。取れるところはすべて取っております。やめて、やめて、ちょっと。ちょっと、ほんまこいつ。やめろ、やめろ、やめ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 。我がおっさん部隊。我がおっさん部隊に仕留めてもらいましょうか。はい。結構入るんすよね。この結構入るっていうことに気づいたから、もう全然いけると思うんすよね。弱点氷。関係ねえから。関係ない、そんなことは。よし。これでとりあえずやれることは全部やった。細チョコボのやつ。細チョコボのやつは、もう本当にもう3000年前に撮りました。こいつは基本魔法しかやってこんのかな。さっきでもね、リゼネ台があったにもかかわらず、そこそこ苦しかったんすよね。そこそこ苦しかったんすよね。いや、ほんまにアビがやばい。アビが足りひんかもしれへん。だから、効果的に弱点の時に入れていかないとやっぱダメっすよ、それは。物理弱点が来た時に、その全部の全必殺技を叩き込むみたいな感じでいこうと思ってるんですけど、危ない。物理弱点来い。物理弱点が来た。ほら。来た時に、一気に必殺技を叩き込む。そして、基本、炎弱点が来た時にバルサンでぶち込む。それの繰り返しって思ってるんですけど、どうやろうか。これ今物理なんで、とりあえず、バルサンは黙っときますわ。バルサンは溜めますね。で、これもバーストとジェフと両方とも行きますね。この作戦はありじゃないかな。どうせ炎だけでいいんやから。よっしゃ、行くぞ。あ、ビーマさんこんばんは。ガラクさんも来てくれて、ガラクさんと、これ2戦目です、2戦目です。これ終わりで、なけなしのミスリル、かき集めたミスリルでガチャ引きたいと思います。はい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 。物理攻撃って、ゴリ押すやつ。いくぜ。バチャン。あ、いいね。クリティカル、いいね。クリティカル、いいね。よー、来た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 。6の3、6の4。素晴らしいクリティカル率。いいっすね。めちゃくちゃいいっす。来た、来た。すぐ助けてあげないと。すぐ助けて。弱点氷。関係ねえ、関係ねえ。バルさん、バルさんを助けろ。これでもまた混乱付与するなよ。混乱付与しないでね。よし。助かった。さっき今日あれでね、痛い目見ましたから。円安すって。あ、しまった。バッツのレコマテ魔法剣にしてきてる。いらんわ、これ。
あかん、あかん、びっくりした、マジでびっくりした、ちょっと待って、あかんあかん、今もう腹筋がドキッとした、あかん、あー危ね、あーよかったー、よかったー、よし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 、ガチャいいの出てほしいなー、あの、ね、あの狙ってるのは、狙ってるのはもうガラフ、ガラフ一択です。でもう狙ってますみたいなことを言うと出ませんよね、本当に。まあ、それでももう言いたいぐらいガラフのやつが欲しいのよ。なぜかというと、なんかもうあの技の名前がまずかっこよすぎるじゃないですか。炎で来い、物理、また物理ですか。物理はもうええんやけどな、そろそろ炎を入れときたいんですけどね。物理、まあ、入れますか。よっしゃ、こいつで初めて鎧同士使ってみたんですが、結構いい感じ。あ、鎧同士、あの物理無視、物理防御無視のやつですよね。あ、それね、イフリートのために作ろうかと思ったやつですよ。あれもう、あれいいんや、結構。あれってダメージ計算ってどういう風になってるんですか。攻撃、攻撃力依存なのかな。いいですよね、いいですよね。使ってみたい、すごく使ってみたい。鎧同士、なんかこう槍のイメージですけどね、レイピア的な、ロマサガでいうレイピア的なイメージですけどね。これどうなっとんの、これ 今まだ物理でしょ。もうバルさんがもう打ちたくて打ちたくて溜め取るからね、バルさんが打ちたくて打ちたくて、炎来い炎来い、氷、これ炎待ちか、これ炎待ちですか、これもしかして。そんなめんどくさいことしなあかんのか。待つなんてこと嫌なんすけどね。こんな今日で待つなんてこと嫌なんすけど。あれあれ、ワンさんの呪いが解けていないように見える。ワンさんの呪いが解けていない。あんまりこれ力盗んだ状態で殴りたくねえな。ワンさん頑張ってる、ワンさん頑張ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、炎弱点になってくれや、ちょっと待ってくれや、炎弱点になってくれないと。22連で7のバタフライが飛んできた。そしてイフリート野郎を8メンバーのみでぶっ殺した。すごいやん、すごいっすね、マジか。やっぱりね、続々と皆さんの成功報告が来てますね。これやばい、うん、よし頼む、炎でもう頼む頼む、物理めんどくせ、こいつこいつなんてめんどくさいやつなんや。めっちゃめんどくさい女っすわ、これ。ちょっと待って、炎来てくれへん。どんだけめんどくさいやつやね。もうやることないし、ばっちゃんが。ばっちゃん沈黙。もうやめてよ。鉄壁切れるからもうとどめ刺さないとやばいんすけど。いや、マジあかん。これほんま、ちょっと待って、とどめ刺しに行った方がいいんやけど。これまずいな、まずいな。ちょっと思いもよらなかったことが起きてる。ちょっと、やめて、もう炎、炎、やめて、もうほんまに。炎を一発入れさせろ。炎を一発だけ入れさせろ。お前、一発だけ、一回だけや。頼む。いや、もう誘惑はええから。もう分かってんねん、分かってんねん。よし、来い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 。おい、氷、氷。いや、もうほんま。いや、もう、どうしよう、どうしよう。これどうしよう。あと3ターンぐらい耐えなあかんのかな。いや、もう無理やぞ、これ無理やぞ。耐えられへん、耐えられへん。こんな炎が来へんことってあんのこれ。
いやー、死んでまいよる、死んでまいよる、どうしたらね、どうしたらね。パイが、バルさんが落ちた。バリアチェンジにかけましょうか。バリアチェンジにかけますか。変われ、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 変われ。よーし、てめえこれ。ああ、よかったー。よかった。殺してまうとこやった。危ねえ。危ねえ、マジで。これでもマスクリいけたんかな。ブッス、珍しい形。珍しい形きた。はい、珍しい形。222333と。はい、珍しい形ですね。あの、グッドのマークにもう見えますね。グッドのマークですね。グッド！オッケー、ありがとうございました。すみません、すみません。ほんますみません。こんなことになるとはね。こんなことになるとは。あー、よかったー。いやー、助かった、マジで。レナのピアス。レナのピアス。うん。印象にないな。よし！よし！そうですね。あの、ワンさんが割と敵側にいましたね。あの、ちょっと牙がいつもよりも鋭かったなと思ってたんですよね。あの、仲間入れたとき。ちょっとなんか牙が見えてるなと思いましたけど。いやー、よかった。炎を出待ちして、撃破。これでしょ？皆さんが言ってるのはこれでしょ？待って、皆さんが言っていたのはこれじゃないか。皆さんが言っていたのはここでしょ。皆さんこれを言ってたんでしょ。すでに交換してる、これ。はいはい、レナのピアス、レナのピアスを、レナってピアスのイメージが全くないっすよね。今137人見ていただいてます、ありがとうございます。スーパーグダリですけど、ごめんなさい。ちょっと、じゃあごめん。あの、ミスリル使ってしまったんで、急遽ミスリル取りに行きますから、あの、皆さんお付き合いください。動画の洞窟お付き合いください。まあ、このパーティーで焼き尽くすか。このパーティーで焼き尽くしますか。バトラーさん借りますね。よっしゃ。ちょっとサクサクっと行きましょう、もう。これでミスリルが1個手に入る。で、50連引く。で、ガラフの必殺と、クルルの必殺と、あとレナの力の杖が出る。で、今日行く。今日プラスに行くっていう、今回そういうシナリオで一応、あの、作家さんの方には書いていただいております。今のところですね、作家さんの、アイデア通りに進んでます。ちなみにですけど、先ほど、炎弱点がなかなか来なかったのも作家さんの、アイデアです。はい。ということで、サクサクっといきましょう。いやー、今日のね、何時ぐらいやろ。4時ぐらいですかね。夕方の4時ぐらいの時点で、29個ぐらいだったと思うんですよね。ミスリル。もうちょっとあったかな。30台やったかな。とにかくね、今日だけでミスリルを相当貯めました。相当貯めましたね。そうですね。そうです、そうです。レナのボディピアス、もうもっとないわ。もっと印象にないわ。いやーね、ああ見えてね、ああ見えて夜はクラブとか結構行ってますからね。いやね、なんかね、やっぱり女の人ってその、知らない顔があるじゃないですか。こう、えって、結構ほら、その、ちょっとおしとやかな感じの人が、まあなんか喫煙所とかにいたら、ちょっとえってドキッてするじゃないですか。なんか、別にその、偏見なのかもしれないんですけど、なんか、おしとやかな雰囲気の人って、なんか、タバコなんて吸わなそうとか思っ
ってるのに、なんかこう、そういうの見たらちょっとドキッとしますよね。まあドキッとって言っても、そのいい意味のドキッとじゃないんですけど、なんかちょっとドキッとする。ああいう感じですよね。何の話をしてるかちょっと自分でも思い出せなくなりましたけど。踊り子マスターしてるだけに、だからそう、多分夜のレナですよね。FF 界のロナウジーニョ。だからもう、ぐーわーもう、腰ぐらいにぐーわーって蝶々のタトゥー入ってるでしょ、多分。腰からケツぐらいのところに。もう一番、ドキッとしますけどね。俺はね、実はね、タバコ、吸わないんですかって言われるぐらい、水槽で吸わないです。実は。はい。中学生ぐらいの時に一回吸わされてですね、それでもうこんなまずいもんないわと思って、そこから全く手を出してないですね。だから、ちょっとだけですよ。本当にちょっとだけ、気持ちですけど、タバコを吸ってる人を気持ち、ちょっと下に見てます。あって。で、タバコ高いじゃないですか。タバコって。よく皆さん、あれを吸いますよね。タバコって、一月20箱ぐらい吸うのが多分皆さん、普通だと思うんですけど、そこそこ金使うでしょ。あれ。1万5千円か2万円かぐらい行くのかな ?1 万5千円ぐらい行くのかな。いや、俺その1万5千円でスニーカーとか T シャツを買ってきたタイプの人間ですね。下に乱れてた。やめへんやん、みんな。全然やめへんやん。やめられへんねんな。リルさんもやめられへんねん。リルさんは一回やめるいい機会があったやんか。カンカン入ってたんやから。カンカンで一回やめる機会があったにもかかわらず、やめないやつも、やめない男もここにいますからね。やめろっちゅうてんねん、そんなもんは。そうですよ。税金の塊っすよ。俺、前の仕事で、タバコの自販機扱ってたんですけど、お店にタバコの自販機って置いてるじゃないですか。もう利益なんて、もうゴミなんですよ。だからコンビニとかでもタバコって置いてるけど、あんなもう利益は全くないんですよ。まあ商売してる方だったら知っておられると思うんですけど、もうほとんど税金やし、利益が全くなくて、それで、置く意味ないんですよ。売る意味ないっていうか。でも、売る意味ないんですけど、結局タバコ置いとかないと店来てくれないから、結果的に置いてたって感じですよね。売り上げだけはすげえ上がんねんけど、利益が全然ないのがタバコの鬱陶しいところ。それも一つ理由でタバコ嫌いですね。タバコ吸わない理由全く一緒。あ、そうですか。なんかね、俺もね、そんなに優等生というわけじゃなかったんですよ。まあ大体わかると思いますけど。ただ、なんか、今の性格とずっと変わらないので、なんか変なこだわりがあって、そのせいで俺、やっぱええわって言って吸わなかったタイプですね。自分も最下層の人間です。ペケさんはタバコ吸うてんと、はよ、水を村に持って帰ったれよ。あ、クレイサさん毎度、2年ぐらい辞めてたんですけどね、今の営業職についてから復活した。ストレスが溜まられたんでしょうな。ストレスがあったんでしょうな、そら。まあ、それはしょうがないです。それに、タバコって悪いことだけじゃないですからね。タバコのめっちゃいいとこって、サラリーマンタバコ結構吸うといいことが割とありますよね。サラリーマンでも大きい会社だと、喫煙室ってあるじゃないですか。ああいうところって、なんか、どの階級の人でも集まるじゃないですか。だから、ワンチャンあるんですよ、あそこで、喫煙室で、なんか、社長とか、まあ、社長は来ない。さすがに社長は来ないかもわかんないですけど、例えば、本部長クラスの人とか、まあ部長クラスの人来るじゃないですか。そこで、こう、何気ない会話でワンチャンあるっていうか、麻雀やりましょうかとか、釣り好きなんですか釣り行きましょうかとか、パチンコとかやられるんですね一緒に行きましょうかみたいな、そういう、ワンチャンあるんですよ。でも、これはサラリーマンですけどね。サラリーマンだけですけどね。うん。あ、そうっすよね。そう、営業とかだとコミュニケーションツールですよね、本当に。そうなんですよ。だから、
それは、俺もありやなと思って。だから、行ってましたよ。ついて行ってました。先輩とかに、喫煙室はついて行ってて、その中でタバコ吸ってるみんなの中でコーヒー飲んだりしてましたね。そう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 。利根川クラスがいますから、あの中には。黒崎利根川ラインですよね。はいはいはい。じゃあ行きますか。亀仙人様にカプセルの移動もらったんで問題ない。ああ、そうかそうかそうか。そんなくだりあったな。お乳が吸いたい。それは俺も吸いたいですよ。ということで、ガチャ引きましょうか。なんかいらんアイコンが出てるんで、もうちょっとずらします。はい。これ、ちょっと、じゃあ、ミスリル50個溜まったんで、まずは、ふぅ、ちょっと緊張するな。よし。じゃあガチャ引きます。この気持ちなんです。俺はもう今、南郷さんの気持ちなんですよ。50個溜まってますけど、もうすぐ深淵来ますしね。深淵来るし、50個全部使っちゃったら、もう、やばいんじゃないかと思って、ちょっと一瞬守りに入ろうという気持ちがあったんですね。一瞬守りに入ろうと。もう今回は3連でいいじゃないと。思った気持ちあったんですけど、いや、やっぱり赤木が後ろで、このセリフ言ってきたんですよね。だからちょっと多分、これ、やっぱここでやっぱり降りたらあかんと思って、ここはやっぱり三式、面単品三式、なんでこの手がこれギリなんやみたいなことになりかねないんで、なんでこのミスリルで、このガチャで俺は3連なんやと。全力でしょうと思ったんで、今回は全力いきますということで、もう一回出します。はい。では、まあ何が欲しいか、さっきから言ってますけど、欲しいのはもうこれです。百説不当、巨人のことですね。この百説不当って言葉、まあ僕好きな言葉の一つなんですよ。この言葉いいじゃないですか。要するに100回折られても、再び立ち上がるみたいな。もう、なんて言うんでしょう。もうどんだけボコられても、必ずもう一度、やり返すみたいな。やり返すじゃないか。まあ、要するに心折られないみたいなことなんで、ここは、俺は勝負かけます。で、深淵ね、深淵のに、えー、25個も死ぬ気で貯めます。はい。それも、なんとかなると思うんです。深淵1個も手出してないんで、一回、深淵デーを作ろうと思ってて、前も言ってたんですけど、深淵、一晩深淵ダンジョンだけを行くみたいな。一個も行ってないんで。はい。よし。じゃあ行きましょうか。ちょっと桜井翔一の積もり方で押します。桜井翔一の手、牌の持ち方で押しますね。しゃー。ふぅ、行くぜ。行くぜ。皆さん、よろしくお願いします。これで大概押したら装備がいっぱいですみたいなこと言われるんですけど、桜井先生の、桜井翔一のペンダントを今握りしめてるんで、左手に。多分積もれると思います。行くぞー。行こう。スイー！終わりだな。俺は桜井翔ちゃんにはなれませんでしたね。ぬるりと来たぜ。白しか来てない。白しか来てない。ぬるりと来たはええけど、ぬるりと来た、ずっとぬるりと来てる。全く引っかかりがない。ルーンアクスをゲットです。終わりだな。2004歳。はい、ということで、まあ、チョンボですね。まあ、大チョンボですね。大チョンボです。これで、俺、そうですね、2回連続で、ワンパチとヨンパチの弾が混ざったみたいな状態になってますね。
はい。来ましたね。ついに来ましたね。時代が来ました。完全に時代が来ましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんなもんですよ。終わりだな。終わりだなをもう3回ほど言ってますけど、それぐらいの終わりということで。あー、マジか。これもう後で反動来るわ。これもう後で反動来るパターンのやつや、これ。今生放送中なんで、まだちょっとふわふわしてますけど、これ、明日の昼ぐらいにこれ来るわ。明日の昼ぐらいに、ぐっとこれ、胃に来るパターンです、これ。これ、でも今のところまだ作家先生の、通りなので、はい、ありがとうございます。皆さんちょっと見ていただいてありがとうございます。そうですね。そうです。まさに、今こそ百節不当の精神ですよね。これが、まあ、俺自身が今必殺技を使ったと。そういうふうに考えましょう。桜井自身がね、この桜井自身が、ちょっと、今、百節不当という必殺技を使っている状態というふうに、思いたいと思います。はい。皆さん、ガチャ見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて。じゃあ、今日プラスいきます。もう出なかったんで、もうね、分かってたんですよ。もうね、作家さん、やっぱり書いてたんでね、なんて言うんでしょう、その、頑張って50個貯めました。頑張って50個貯めました。今日、2、3時間かけたんですけどね、今日2、3時間かけて、貯めました。で、もうめちゃくちゃ欲しいものもあります。っていうことですよね。で、最初に僕赤木の画像を出しましたよね。あの赤木って、そういう心をですね。そういう心を、気持ちの乗ったガチャで、虹を出さないこと。それを一番の喜びとしてるんですよ。それが一番この世でうまいもんやみたいなことを言ってたんで、赤木。気持ちの乗ったガチャで虹を出さない。それが最もこの世でうまいもんやみたいなことを言ってましたから、多分赤木のもう十中